珍しい。これ味噌汁あれば定食です。いただきます。これで100いくら。そう。安くね。安い。そう。だったら最初1軒目はこっちなんだよね。それちょっと思っちゃった。やっぱ安いのは正義だよ。ここもよく来る。うまい。10年ぐらい来てる。いいですね、いいですね。変わらない。大体どこもメニューは似てるから。これ三平っていう。三平一。台湾バジルなんですよね。あ、でも大学がなんか日本。あ、写真撮って覚えた方がいい。ネイティブ、まああれは。もう行く気満々だったから。これと味噌汁でもう定食じゃないですか。醤油ですね。醤油ベース珍しい。本当に何の基準にやってんだって向こうぶち切れ。日本だともっと高いよね。高い高い。日本は日も高い。これで出る。定はもう保険です。そう。いつでも戻ってくる。まあ。しかも転職も楽。だタスカスで1年ちょいやってたんでしょって言われたら。